SUV 型の普通乗用車である。日本国内では、鈴木スクードの OEM だったプロシードレバンテに、代わる車種として、2000年から2006年まで販売が、行われた。2000年11月、発売を開始。当時の親会社のフォードモーターと共同開発した、小型クロスオーバー SUV で、フォードからも姉妹車として、フォードエスケープが2001年に発売されている。 プラットフォームはモノコックであるが、セダンからの流用ではなく、トリビュートとエスケープのために GF プラットフォームをベースに新規開発された、フォード CD にプラットフォームと呼ばれるものであり、フォード本社のサイトではクロスオーバーではなく、SUV に、ジャンル分けしていたが厳密には、クロスオーバー SUV である。両者の外観は非常に似通っているが、外観は全くの別物である。 エンジンは当初フォード製、直列4気筒 2000cc とフォード製 V 型6、気筒 3000cc の2種類を用意。次回4は2003年に、松田製 2300cc に切り替えられた。一時期、映画、悟られ、音楽、アパレル業界とタイアップし、トリビュートリンクというプロジェクトを立ち上げたことがあった。トリビュート、エスケープの生産は当初、 右ハンドル仕様がマツダの豊富工場で、左ハンドル仕様がフォードの米国工場で行われていた。しかしながら、日本市場では振るわず、トリビュートについては2005年10月に日本国内での生産を、翌年3月に販売を終了。翌2006年1月には、豊富工場でのエスケープの生産も終了している。これにより、 日本でのマツダのラインアップから SUV が一時的に消えることになったが、2006年12月19日に発売開始された CX-7 によってその穴が埋められた。海外向けにはその後も販売が行われたが、北米使用者については2006年に販売を一旦打ち切ったため、2007年モデルは存在しない。 またアジア太平洋使用者は2006年2月にフェースリフトが行われてオーストラリアのメルボルンモーターショーで初公開された。生産は台湾福徳六和義車に集約され同年6月から完成車の輸出が開始された。この台湾では一部グレードが松田オシャレという名で販売されていた。この新型はヘッドランプ、フロントグリル、バンパーなどが 新デザインとなっているほかギアシフトレバーが、それまでのコラムからフロアに変更されるなど、ダッシュボード周りにも変更が加えられている。エンジンの変更はなかったが、燃費やトルク特性の向上が図られた。その後、オーストラリア市場では2007年から CX-7 が投入されており、トリビュートの販売は2008年に終了したが、 市場によっては2010年の前半まで販売されたところもある。2007年1月、北米国際オートショーにてハイブリッド使用者がモントリオールオートショーにて通常モデルがそれぞれ初公開され、同年3月に2008年モデルとして発売が開始された。初代とは異なり、ボディシェルもエスケープと共有している。また、エンジンやプラットフォームは、 先代からのキャリーオーバーとなる。日本、オーストラリアなどを除くアジア太平洋地域では、引き続き初代モデルのフェイスリフト版が販売されていたが、この2代目が販売されていた市場では2012年に CX-5 が登場するまで販売が継続された市場もある。トリビュートは、英語で、惨次贈り物を意味する。ありがとうございます。